河野平一は、日本の冒険家。日本人初の北極点単独徒歩到達。愛媛県西和郡瀬戸町出身。日本アドベンチャーサイクリストクラブ A 級会員。最後の冒険のルートを示した、記念の案内版冒険した場所の方角と距離を示す。同表自転車での日本一周の後、北米や南米を走破する。1982年、冒険家。 上村直樹の影響を受けアラスカのユーコン川、法ーコンからベーリング海までゴムボートで旅をする。また、登山経験はほとんどなかったものの、ニューヨークでアルバイトをしながら、日本人の登山家に弟子入りし、登山のノウハウを学び、1983年、北米大陸最高峰のマッキンリーの登頂に成功。その後、 南米最高峰のアコンカグア島の山々の登頂に成功。ヒマラヤの8000メートル本、ナンガパルバット登山時に落ち氷を顔面に受け下山。上唇部に傷が残ったため鼻ひげを伸ばし始めた。1990年、アフリカ大陸では荷物を詰めたリアカーを引きながらサハラ砂漠を徒歩で縦断。リアカーのアイデアは友人の自転車冒険家。 野口康夫の提案である。日本に帰国後、南蛾パルバットで知り合った純子と結婚。数岡詰めの小宝に恵まれる。1997年、39歳の時に、日本人初の北極点単独徒歩到達に成功。その後、2001年に、北極点から地元、佐田三崎半島まで徒歩等により5年がかりで帰還する、河野平一リーチングホーム2001を計画し、 3月26日に北極点を出発。5月17日に最後の更新を行った後、発信地から南東へ約13キロ離れた地点で北極海の氷の割れ目に転落し死亡。5月24日、ソリと共に隊体が発見された。小惑星兵士は彼にちなんで命名された。ありがとうございます。